ベースの正しい構え方を知っておくと、右手や左手への負担が少なくなり、ベース上達に繋がります。ほとんどの方が座って弾くことになりますので、ここでは座ってコード演奏をしやすい構え方を紹介します。椅子の前側に座る。椅子に座るとき、座面の中央から前側に座りましょう。ベースのボディが上を向いたり、ずり落ちて左手への負担が大きくなります。膝が70度。 から90度くらいの角度になるように浅めに座るとベースの高さが安定します椅子が高くて70度から90度にならない場合は足台を使ったり足を組みましょう高い位置で構えるネックが高い位置に来ると左手首に負担がかかりにくくなりますストラップをかけて引く場合ストラップを短くしましょうベースのボディと右足太ももの付け根はしっかりくっつけて構えましょう ネックの角度ボディを右半身で固定したときにネックが上から見て30度から40度くらいの角度になっているように構えましょう上から見て上半身とネックが平行になると左手に負担がかかりやすくなります指の腹での横弦は一つ下の弦に干渉しにくいです指の先での横弦は狭い範囲で込み入ったフォームで便利です指の裏での横弦は制覇するときに使います 指の親指側の側面での横弦は押さえにくい制覇コードの時に便利です。右手の引き方コード引きにおいて右手の指は弦と平行になるように構えます。これは通常の指引きと向きが異なります。コードのルート音が何弦にあるかで変わります。ルートが4弦の場合は親指が4弦人差し指が2弦から3弦 中指が1弦から2弦です。ルートが3弦の場合は親指が3弦、人差し指が2弦、中指は1弦です。ルートが2弦の場合は親指は4弦をミュート、人差し指が2弦、中指は1弦を弾きます。 コード引きに適した弦行セッティングを紹介しますコード中心に演奏するとき複数の弦を押さえにくいと感じる方は以下の原因が考えられます 1. ネックが反っているネックが反っていないか確認するにはチューニングした状態で1フレットと最終フレットを押さえて12フレット付近に隙間がないか確認しましょう隙間が多い場合、順反り 隙間がほとんどない場合は逆反りの可能性がありますネックの反りを調整するには専門的な知識が必要です主にトラスロッドの調整となりますのでご自身で調整が難しい方は楽器店やリペアショップに相談しましょう 2. 原稿が高い原稿が高いと左手首に負担がかかりコードチェンジが遅れやすくなってしまいます 弦を押さえた時にビリビリという音が鳴らない程度に低めにセッティングするようにしましょう具体的には12フレットの弦とフレットの間が1弦側が12フレットで1.0ミリから1.7ミリ4弦12フレットで1.5ミリから2.4ミリほどでセッティングすると良いでしょうこちらも楽器店やリペアショップへ相談しましょう